ただいま。おかえりなさい、お兄ちゃん。ご飯にする？お風呂にする？それとも…お邪魔します。お嬢様、そんなにもあのお方のことを。実のお兄様が好きで何が悪いの？悪いって。帰るか？ええ、と言いたいのだけど、今日は彼女に譲るわ。静か。お兄ちゃん、茶道部の部室で会ってた新しい女の人はどなた？なんでお前がそのことを。私、茶道部なんだけど。腕の見せ所よ、五道。エリ。お兄ちゃん。僕の名前は谷崎純一郎。探偵社で助手のような仕事をしています。いやいや、気になさらずに。意外といい人だこの人。そんでこっちが妹のナーミですわ。兄弟ですか。その割には髪や顔がそんなに似てないような。あら、お疑い。ただお兄ちゃん遅い。悪い、俺にもいろいろあるんだよ。可愛い妹より大切なことなんだ。まあクリスマスだし、お兄ちゃん彼女いるし、いろいろあるとは思うけど。彼女なんていないって。今日101回目のメールだよ。暇なのかな。この思いはきっとお兄様に届く。私は諦めないわ、絶対に。私の初めてはお兄様に捧げるんだから。じゅー、お嬢様が一生清いままでいますように。お兄ちゃん、私が大きくなったらお兄ちゃんのお嫁さんになるね。うん、分かったよ。やった、約束だよ。お兄ちゃん、ノックしてよ。女の人から電話。え、お、もしもし。そうなんだ、てっきり誰かに会いに行ったのかと思った。だって女から電話があった後すぐだったから。この僕が休みの日に女の人と。まさかそんなことあるわけないよ。何を君。姫様。もしかして電話の相手って姫？なるほど、そういうことなんだ。視線刺さるの。どこで何をして出したんです？山田さんと会ってた。生まれて初めて愛の告白をしたよ。よかった、夢落ちでしたのね。3日もうなされていましたよ。目が覚めたのかい、京花。実はまだ山田さんから告白の返事がなくてね。え、あ、お嬢様。京花、はじめまして、私は。どうしよう、奥間吉。第二の女まで出てきちゃったよ。で、神田君にはいつもいろいろお世話になっています。いろいろお世話って何？それは。お兄ちゃん、もしかしてこの人に。ああ、バカ、今のはただの社交辞令だろう。うん、怪しい。食べる？ああ。とっても美味しいわ、静香さん。何か用ですか？お兄さんをデートのお誘いに来たの。ごゆっくりどうぞ。あんまり期待しないでくださいよ。戦闘向きじゃないですから。兄様の能力素敵ですよ。ナオミあれ大好き。やめなよナオミ、こんなところで。ん？ところで、うん、あれってこれ？
もうお兄ちゃんたら、どれだけ私のことを好きなの？うりうり。まあ兄弟だから。お兄ちゃん、耳貸して。ちなみにこれが私のファーストキスなんだぞ。妹のほっぺちゅう。来たこれ。キモい。あ、そしてお前。はい。バイトで小遣い稼ぐくらいだったら高卒で公務員になりなさい。収入も勤務時間も安定したお得な職業です。はあ。だからうちにいて勉強してろ。そんなわけで、それ以来区役所好きになっちゃって。いや、それ好きなのは区役所じゃなくて。だいぶクリスマスパーティーの準備が進みましたわね、お兄様。ああ。ねえ、京花。はい。パーティーに山田さんを呼ぼうよ。そうだ、京花もコスタ君を呼ぶといい。市原さんから聞いたよ。この間うちに招いたんだって。もっと仲良くなるチャンスじゃないか。そうですわね。あ、待てよ、これは。まず朝からエリカさんと。このようなことはやめてください。あ、いや。お兄ちゃん、また何かやったの？いや、違う。だから。ゴドウ、学校に行くわよ。だから手を離せ。草薙さん。お兄ちゃん。だから、誤解だって言ってるだろ。言ってなさいよ、姫様。お兄ちゃんは渡さないんだから。あ、2階でなんか音がしてるな。スキップ。え、彩香さん、留守番よろしくね。私は残る。だめ。あ、このお味噌汁美味しい。そう、ありがとう。はい、マリアですが。あ、ユリ、少しいいかしら。では、お兄さんをお借りするわね。行ってきます。どうぞごゆっくり。この辺は花火がよく見えるな。お兄ちゃん、膝枕していいよ。嫌だよ。枕を重ねた仲なんだからいいじゃん。重ねてねえよ。もう兄弟でやったんすか。やってねえよ。お兄ちゃんは実はシスコンで、私のことを一人の女の子として見てくれてるんですか。ああ、全然。はあ。お兄ちゃんはもっと頑張ってシスコンになるべきだと思います。うん、ごめん、無理。頑張ってなるものかしら。そう、私のことしか目に入らない人になって、危ない視線もどんどん越えてください。うん、ごめん、無理。用あるわよ、お弁当。やっぱりお弁当を届けに来たんじゃないですか。弁当？朝はくれなかったのに。気が向いたの。でかっ。さすがに一人でこんなに食えないよ。何よ、せっかく人が作ったのに。私が一緒に食べてあげるわよ。ああ、一緒にお弁当を食べに来たのか。お兄ちゃん。お、今帰りか。うん、委員会で遅くなっちゃって。はあ、疲れたよ。ご苦労さん。アイスでも食べるか。お兄ちゃん、私のこと甘やかしすぎ。私もう5年生なんだからね。いらないのか。いる。まったく能天気っていう。それが私の私の空。ああ、もう真っ白ったらダメじゃない。お弁当つけちゃって。そう、向きになるところが怪しいよね。ちゃうね、ほんまちゃうね。いいっていいって。よくない、もうほんまにちゃうって言うて。